はい、ということでね、援護装備いきますか。援護装備第15位はアクイグニー。あのね、これ外伝装備かよって、本当にっていうびっくりがある装備ですね、これ。CT15 秒でミカラ全体のウォーゲージが10アップっていうめっちゃシンプルな効果ながら、アビリティでスキル速度アップレベル2っていうのもねついてくるので、無駄がないですね本当に。でこの手の装備のいいところって、即時で上がってくれるので、まあ、CT をねめちゃくちゃ速くした場合に、まあ、例えばね 100% 速くしたら 7.5 秒になるんですけど、影響がないんですよね。これが仮に10秒間1アップとかだったら重複しないので影響が出ちゃうんですけど、まあ、例えば K4 とかね、あれ影響が出るんですけど、これ影響全くないので、めちゃくちゃ使いやすい装備です。でこのスキル速度アップもね、まあ、やっぱりね、ゲージ、スキルで取るユニット多いので、おすすめですね。はい。まあ、フェンさんが持ってもいいし、ガビマルみたいなね、モーションが鬼速い、スキルのモーションが鬼速いユニットに持たせても強いので、めっちゃおすすめです。はい。で、第14位は、アメルのレターバック。これもね、有名な装備かとは思いますが、クリティカル率アップと4ダメージアップがついてくるじゃないんですよ、これ。あの、クリティカル率アップ、これカテゴリーがなんか別なんですよね、これ。なんでですかね、これね。団長の新奥義とか、ま、いろいろね、軍神フェンの新奥義とか、クリティカル率 100% ユニットいますけれども、重なります、これ。200% になります。で当然、装備の方のテラコンジャクションとかとも重なるので、めちゃくちゃ強いです、これ。ワンパンでね、クリティカル耐性があるっていう際には、これをとりあえず入れてから考えますよね。はい。それぐらいにはね、強い装備なので、ぜひぜひ、常設で取れるので、捨てないで取っててください。これ限界突破いらないのでね、その辺も、まあ、コスパが良くておすすめですね。では次、第13位は、緑心城 K4! はい。まあまあ、さっき話したんですけども、CT30 で20秒間というね、まあまあまあ、とはいえこのね、自然上昇に加えて、ブレイク力アップ、これが強いんですよね。はい。28% ね、味方全体のブレイク力アップしてくれるので、援護4としては破格です、これ。はい。というかまあ、援護5の中でも、この安定したブレイク力アップを供給できる装備ってそうそうないので、まあ、かなりこれはね、ブレイク装備としては優秀なので、ぜひぜひ、ブレイクが必要な際には使ってください。で、これが常設ガチャ装備っつんだからびっくりだよな、本当に。はい。おすすめです。で次、第12位。ナーベラルのヘッドドレス。はい。まあ、最近取った装備なんですけども、CT40 秒とちょっと重めなんですが、全体のオーゲージを30取りながら使用者が光だったら最大 HP30% アップということで、疑似回復ができるんですね、これ。30% の疑似回復ってめちゃくちゃ大きいので、はい。で、この順位なのは、まあ、正直そのゲージアップ量が大したことがないっていうところで、あの、リザネ先生っていうね、あれ、の次にこれを入れるっていうことが多いので、で、あれで足りるならあれだけでいいんですよ。はい。まあ、そんな感じなので、耐久がめちゃくちゃ厳しい、でも、回復ユニット入れる余裕がないっていう時にね、この援護枠使えるっていうので、入れることが多いですね。まあ、皇帝さんが持って、皇帝のグランビスの奥義を使って、この援護装備 CT を回して、ガンガン回復していくっていう動きをすることができるので、まあ、割とね、使いどころは多いですが、まあ、この順位とさせていただきました。で次、第11位は、レムとラムのぬいぐるみ。これ、リゼロコラボ装備なんですけれども、まあ、CT30 でゲージが20上がって攻撃力とダメージが 30% っていう装備なんですけど、この攻撃力とダメージを同時に 30% っていうのが結構やばくて、ダメージがめちゃくちゃ上がります、これ。はい。攻撃力とダメージって乗算の関係、掛け算の関係になってるので、非常にダメージが伸びます、これ。おすすめです。復刻いつになるか分かんないんだけど。で次、第10位は、ルーディウスの杖。はい。まあ、これは攻撃力アップなんですけど、まあ、三属性ユニットの攻撃力 50% アップという装備。まあ、非常に攻撃力アップっていうのがね、まあまあまあ、火力にとってやっぱ大事になることが多いので、使いどころ多いです。で、ゲージアップ量が、ね、CT30 で30アップっていう感じなので、非常にね、優秀なんですね。なので、攻撃力ダウンみたいなね、クエストギミックだった場合には使うし、そうでなくても普通に軽く伸ばしたい時に使うしっていう感じですね。はい。まあ、結構これ、個人的には推してる装備なのでおすすめです。復刻いつになるか分かんないけどね、無色転生の。はい。で、次、第9位は、ペンの回答服。はい。これはもうね、まあ、ゲージアップ量はさっきと同じ、10秒間3アップでね、CT30 なんですけれども、
味方全体の物理被ダメ 20% 軽減なんですよね。えらいですね、これは。はい。まあ、物理っていうのがね、ちょっと、まあ、少ないっちゃ少ないんですけれども、ピンポイントで使うことが多い装備ですね。まあ、例えば、火曜日の紋章級の鳥さん、あれの突進あるじゃないですか。あの、鳥が踏んだ時に出てくる、ビャーンっていうね、なんとかインパクトみたいな名前のやつ。あれ、物理なんで、これで防げます。はい。で 20% 軽減ってのが偉い。おすすめです。まあ、物理ボス相手で援護枠が多いっていう編成だったら、まあ、入れていいんじゃないかなと思いますね。はい。で、次、第8位は、新 X ゲートはい、意外だったでしょうか。はい、これね、15秒間、対象者の大ゲージが100、10アップで、味方全体のクリ率 100% アップで CT70 っていうね、装備なんですけども、思ったらそんな使ってなかったかもな、というところでこの順位になりました。はい。まあ、めちゃくちゃ強い装備なんですけどね。これ、魔法ダメ 20% アップとか、なんか強いアビリティついてるし、クリ率がね、100% アップということで、強いんですけれども、僕の使ってるパーティーがですね、その開幕でゲージめっちゃいるみたいなユニット、そんなに入れることがなくてですね、使ってないのかなっていう感じですが、まあ、とはいえまあ、これはこれでもパーティーだったらめちゃくちゃ強いので、まあまあまあ、取ってほしい新装備のうちの一つには絶対入ってますので、もう無限人へと新 X ゲートのこの二大巨頭みたいな感じにね、当サイトでもしているので取ってほしいです。これあくまでね、イデアラさんが使ってるか使ってないかっていうランキングなので、この順位とさせていただきました。第7位は、新ユーサネイジア。はい、フェンサーの新装備、まあ、軍神フェンサーのね、新装備なんですけれども、まあ、フェンスさんめちゃくちゃ使ってるからっていう理由がまあもちろん一番大きいんですけど、普通にこれ使用時効果優秀なんですよね。はい。CT30 で25アップっていうね、まあ、効果なんで、ちょっとね少ない、まあ5だけ少ないんですけども、15秒間味方の人属ユニットのダメージ 40% アップがめちゃくちゃ強いこれ。なんすかこれみたいなね、感じですよね。これ水着装備のね、フォルテのゴシックランピーみたいな、あれと比べてもそんなにこれ劣ってないので、っていうかなんなら効果時間3秒長いし、みたいな、はい、感じなのでね、全然これでこったれちゃうんですね。で、装備ジャビリティも地味に強くて、大きなダメージとね、スキル CT 速度アップ 20% っていうのがついてくるので、まあ、本人が持ったら強いし、持たなくても強いっていう感じの装備なので、まあ、この順位とさせていただきました。次第6位は、笑顔をくれるハルトサンター。はい、これね、結構最近推してる装備になるんですけども、 CT40 秒でね、対象者は70アップ、それ以外の味方は20アップっていうね、装備になるんですけれども、まあ、爆発力ありますよね、やっぱりね。一気に70ポンって上がって味方全体がね楽になるので、まあ、開幕楽したい時に使えるし、でその上でこれ固定ゲージアップなので、ゲージ反転、まあ、自然上昇のね、ゲージアップ量が反転するみたいなクエストは絶対使うし、まあ、そういったボスってやっぱ厄介なボスなので、まあ、これ持ってるか持ってないかでだいぶ楽になると、まあ、楽さ変わってくると思うので、ぜひ、これ取ってほしいなということでお勧めさせていただきました。で、ここから第5位になりますけれども、何かに目覚めるハルメイド。はい、これ、結構強い。CT40 秒で20秒間対象者の大ゲージは5アップで、まあ、100アップ。で、味方全体の HP150 自然回復という効果です。まあ、これ簡単に言うと、10魔の新玉に回復ついてきちゃったよみたいな装備なんですけど、回復量がね、絶妙なんですよね。はい。これ、神聖リザが持った際にはね、アビリティの回復量アップ乗るし、当然紋章の回復量アップも乗ってくるので、200いくんすよ、これ。200自然回復してきたら結構強くないですか？これが結構バカにならない感じになるので、はい。思ったより使ってるかなという印象だったので、この順位となりました。はい。まあ、耐久をね、援護で取りたい方には、ぜひぜひお勧めしたい装備です。まあ、リザネン先生をね、最優先にしつつ、ハルメイドを使うか、さっき言った、ナーベラルのヘッドレスにするかっていう悩みどころではあります。じゃ次、第4位は、ミリムの服。はい、はい、はい。まあ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 、これはね、まあ、イデアルさんめっちゃ使ってるよねって、結構放送でも指摘されるくらいには使ってる装備ですね。はい。まあ、テンスラコラボ装備になるんですが、CT45 秒で10秒間5アップということで50アップです。このゲージ効率が全装備の中でもこれ最強なんですよね。はい。まあ、普通これ CT50 じゃないですか。5秒安いんですよ。えらい。で、この5秒安いと何が起こるかって何がいいかって話をすると、工程が持つじゃないですか。
で、皇帝さんが、スカイライトの奥義を振って魔法 CT 伸ばすと、新ルーマスターの CT50 秒と、ミリムの服45秒、これ揃うんすよ。揃います、これ。はい。それによってですね、超技のエンダールーマスターを打った時に、ミリムの服と新ルーマスターがほぼほぼ揃ってるので、一緒に発動できるんですね。強い。あれって結局その新奥義その間打てなくなるからゲージが減るっていう弱点をこれでカバーできるんですよね。いやーあのね、額面より本当に強いと思ってるのでぜひぜひ取ってほしいですが、まあこれあくまでイデアルさんの使ってる装備なので、まあね、あの火力伸びないしなとかね、いろいろ弱点もある装備ではあるので、まあ弱くてもそれはまあごめんなさいっていう感じになりますが、第4位でした。第3位は全知全能陛下サンタ。これね、これね、最新のクリスマス装備なんですけども、強いです、これ、本当に。はい。CT30 秒で、全ステ 20% アップと、物理ダメ 50% アップ。これ、レムとラムのぬいぐるみの時に話した、掛け算の関係なんですね、これ、全ステなので。で、これ、全ステっていうのが偉いですよね。はい。疑似回復が起こるので、これで、ちょっと回復しつつ、物理ダメ 50% アップということで、はい、とても、火力が伸びます。物理パラだったらこれ編成しとくだけでめちゃくちゃ火力伸びてくれるっていうのでね、優秀ですね。まあ、当然これゲージ取れるっていう装備ではないので、ゲージが足りないパーティーだったらね、入れない方がいいんですけど、でも最近結構ゲージね足りることが多いので、まあ、これを入れても全然回しに影響ないし、なんなら火力伸びてハイブが早いぜみたいなことが多いと思うので、この順位とさせていただきました。実際サマナーズロードで結構これ使ってるのでおすすめです。で、次第2位は教えてリザニア先生。まあそうだよねという感じでしょうが、もう言わずと知れた全ステ 20% アップというね、ぶっ飛んだ効果があります。さらにゲージアップがついてきてしまっている。で、そのゲージアップ量も全然悪くない、なんなら上位の方に位置しているということで、まあ高水準でまとまっております。大ゲージを回すことによってね、耐久ユニットを回すっていうことにもつながるので、まあこれによってね、なんとかなったクエストは多分数知れずですよ。めちゃくちゃ多いと思います。これあるかないかで、ね、クリアできるできないっていうのが変わってきちゃうっていうラインですらあると思ってるので、取ってほしいですね、これ。はい、おすすめです。流行る第1位はもちろんフェンのアロハ。はい、一番使ってる援護なんじゃない、やっぱりこれは。はい、そういう方多いと思います。これ CT35 で20秒間味方全体の大ゲージが1アップ、装備 CT 速度 15% アップ。装備 CT って最強なんすよね。はい、まあもちろんこれ耐久の時だけですよ。耐久の時だけ最強になるバフです、これ。はい、これね、 CT と効果時間的に全然永続できるんですよ。 75% ぐらいね、 CT があれば永続できちゃうので、まあ例えばですけど新生リザとこのフェンのアルファ自身の装備だけでもう 75% いっちゃうっていう感じになりますので、非常に永続も簡単。まあ永続していくとね、まあ逆に言うとこのゲージアップ効果とかが弱まっていくっていう弱点もあるんですけど、まあ、全然気にしなくていいです。これはもう入れてください。もうこれ2本3本全然使うので、夏になったら取ってください、本当にこれは。はい、まあ、今取っちゃうと、引き直しで取っちゃうと若干もったいなさもあるかなとは思いますね、すぐ来るので。うん、てな感じで援護装備第15位までね、お話しさせていただきましたけれども。